富士 FA-200FA-200 FA は日本の航空機メーカー富士重工業で製造された軽飛行機。愛称は富士重工業の自動車のブランドスバルから取ったアロスバル。1965年に初飛行。1986年に生産終了するまでに試作機3機を含めて299機が製作された富士重工業は T-34A 練習機をライセンス生産し、その改良型として、連絡機 LM-1、練習機 KEM-2 を製作し、自衛隊に納入していた。こうした小型機の製造のノウハウを生かし、本格的な民間機として開発したのが本機である。また、一式戦闘機、春に代表される中島飛行機の流れも組んでいる。 原型機は1965年8月12日に初飛行した。日本の航空法による小型飛行機の対空類別3種を全てを取得した。操縦席ナミタを用いた、ビオクライカミングエンジンズ製水平対向4、気筒レシプロエンジン単発、低翼、固定脚という保守的なレイアウトのプロペラ機である。機体は全金属製で、 風防屋根などにアルミ合金を多用したほか、尾翼と火事面に波板を用い、景気板の揚げ蓋が機体全部の構造材を兼ねるなど、偽装部材と構造部材を一体化させることによる重量軽減と部品点数削減がなされている。手動式、スロッテッドフラップ、膠着装置に3車輪式固定脚、操縦室にはスライド式キャノピーを採用し、 容易な乗降を可能としている。主翼や尾翼、舵の大きさ、翼系、舵の断面、主翼と尾翼の位置関係、胴体線図等は、中島飛行機時代からの富士の過去のデータをもとに、決定し、絞り加工を必要としない円錐や円筒を多用した、胴体、翼端まで同一断面の主翼や尾翼を用いるなど、価格低減の努力が行われた。主翼は、 低翼配置のタンケタ構造で、前縁を大容量のセミインテグラルタンクにすることで、航続距離を 1000km まで延長可能。良好な運動性と、十分な航続距離を備えていたが、キャビン後部が小さく居住性が悪いため旅客や、遊覧飛行には適さず、積載スペースが小さく投下用のドアを備えていない、ため物資の運搬、投下など、輸送業務にも向いていなかった。 このため、主に練習機やスポーツ機として利用された。オランダのスペシャルエアーサービス社が所有する、機体アクロバット飛行も可能な運動性能により、評価は高く、1977年まで生産が続けられ、全日本空輸、航空大学校をはじめ、飛行クラブ、個人の自家用などに276機を販売し、そのうち170機は、 西ドイツ、イギリス、オーストラリア、南アフリカ、ギリシャといった海外に輸出した。以降は受注生産となり、1986年の生産終了までに合計296機を売り上げたが、これは500機を超えて成功といわれる小型機業界で予想された業績を大きく下回った。練習機、スポーツ機としての購入が主流だったが、 公共施設地図航空では遊覧用として3機を保有していた。日本の航空宇宙技術研究所は1機を購入し、短距離着陸特性を研究するための実験機として使用した。航空大学校でも1971年から1994年までパイロット養成訓練用機として使用された。機体寿命により登録が廃止された機体は、 各地の航空専門学校へ整備訓練用機として売却されたが近年では教材としても用途廃止されるようになり空港などへ寄贈され展示品となっていることもある富士重工業は FA-200 に続いてアメリカのロックウェル・インターナショナルと共同でビジネス用創発プロペラ機 FA-300 を開発発表したが50機ほどの販売で 生産中止となり、10億円もの損失を出してしまった。もともと航空産業を厄介に感じていた、日本工業銀行出身の首脳は、これを機として、民間小型機事業からの撤退を決めた。これ以降も自衛隊向けの練習機として、小型機を製造している。初飛行から40年以上が経過しているが、現在も、国内外で数機が飛行している。また、 岐阜か神が原航空宇宙博物館に FA-200 改めが航空科学博物館、栃木県子供総合科学館、神戸市立青少年科学館、仙台国際空港に展示されている。化粧沼レジャーランドでは用途廃止された機体を改造し遊具として利用していた。FA-200 から180の エンジン FA-200、改め型エストール実験機 ABCDE 木村、秀政、田中翔一、日本の名機100千分春文庫1997年、ISBN4 から16から81万203から 3ABCD。EF 日本の航空宇宙工業50年の歩み。社団法人日本航空宇宙工業会。 p25https コロンスラッシュスラッシュ www.sjac.or.jp スラッシュコモンスラッシュ pdf スラッシュ toukei スラッシュ5 0 e n, n o a y u m i スラッシュ4に日本の航空機に pdf う内藤子製石川登富士重工 FA-200 系飛行機について日本航空学開始15-203ドイ 10.2322、ヤジサス1953.15、201 19、20小型機展示仙台国際空港で展示されている、機体。個人所有機から、東日本航空専門学校の教材となり、用途廃止後に、空港へ寄贈された。栃木県子ども総合科学館、廃園後もそのまま残されている。ありがとうございます。